ダウンロードを押すとダウンロードがスタートしましたね。あ、これは便利。アドミさん、こんにちは。何十年ぶりにこのバイクに戻ってきたんで、この世の中の流れを知らなかったんですけど、ドラレコは知ってたんですけど、スマートモニターっていうものを知らなかったんですよね。で、このスマートモニターってめちゃくちゃいい。もう絶対つけた方がいい。安いし、15,000円で前後ドラレコとあとモニターがつきます。しかもこのモニターただのモニターじゃないんです。まずちょっと物を見てもらいましょうか。まあ、私が買ったものこれなんですけど、モニターと前後カメラとあと物理スイッチですね。つけたい人はこれね、タイヤの空気圧センサーとかもつけることができると。で、これがいくらでつけられるかっていうと15,000円くらいでつけられるんですよ。まあ私の場合、まあ、ちょっと安く買ったんですよね。あんまね、安いのおすすめしません。というのもカメラがねめちゃくちゃ悪かった。悪いのがついてきた。これ Amazon の 6.25 インチのスマートモニターですね。まあ、多分これからというか今主流のサイズだと思います。前のモデルが5インチのモデルで、今は多分 6.25 になってると思います。で、これいろいろあるんですけど、これ同じものですね。全部とは言いませんけど、例えばこれとか、これもどうかな。これも同じね。同じなんですよ。まあ OEM って言ったらいいんですかね。まあ、これも同じものですね。で、これも同じものなんですけど、これはですね、ここにソニーの307センサーってなってるんですよ。まあ、だからこれが嘘ついてなければカメラがいいんですよ。カメラだけ良くなってるバージョンのやつなんですよね。というか基本がこれで、安くするためにカメラがクソなやつがあるんだと思いますね。で、何ができるかですよね。皆さん知りたいところ、まずドラレコですね。前後ドラレコで、このスマートモニターに記録されます。今回紹介する商品の場合だと、マイクロ SD が 256GB 最大使えます。で、どれくらいの時間取れるのっていう話なんですけど、フル HD 1080画素で、まあ、多分20時間取れます。前後合わせてですね、前も20時間、後ろも20時間取れると。まあ、マイクロ SD256 ギガバイト。今安いんでね。まあ、例えばこれとか買っちゃえばいいと思うんですけど、例えば容量の少ないマイクロ SD しかないっていう場合もですね、このループ録画っていうのがあるんですよ。まあ、その機能のおかげで、まあ、少ない容量のマイクロ SD でも大丈夫と。残しておきたいやつを残すことが、自分で指定して残すことができるっていう。まあ、でもね、基本的にはもうそこは頼らないで、もう安いんだから。概要欄にリンク貼ってきますけど、まあ、ここら辺のマイクロ SD 入れた方がいいと思います。で、データはですね、マイクロ SD をまあ抜き差ししてもいいですし、Wi-Fi 接続でですね、無線で録画データ送信することができます。スマホに送ることもできるし、 Google ドライブに送ることもできます。で、これスマホがあるからモニターいらないじゃんって思うかもしれませんけど、バイクにスマホつけてるとですね、壊れるんですよ。もちろんそのショック対応のホルダーとかあるんですけど、まあ、でもたかが知れてますよ。確実にダメージはいきます。ですから、まあ、いつかは故障するはずです。で、まあ、スマホがね、壊れる危険性がなくなる。で、付け外しをする必要がなくなる。で、雨も怖くない。便利ですよね。ただ当然これもね、まあ、中でハンダとか使われてるわけで、まあ、いつかはですね、この振動で壊れるとは思います。まあ、ですから使い捨てですよね。使い捨てにするにしても、スマホよりも多分こっちの方が安いと思うんですよ。 iPhone とか使ってる人って10万円とかするわけでしょ。だったらこっちの方がいいですよね。で、このスマートモニター、他にも、できることいっぱいあるんですけど、できることイコール、Android Auto あるいは CarPlay ですね。こいつができるというよりも Android Auto CarPlay に対応してるから、まあ、その内容が、まあ、できるっていうことですね。具体的に言うと、私カープレイわかんないんで、 Android Auto で言うと、まあ、Google マップとかヤフーカナビを使って、まあ、ナビができると。で、目的地とかを入力するのもスマホとつながってるんで、スマホの入力が入ると。で、まあ、着信があったら取れるし、Bluetooth でね、イヤホンしてればその Bluetooth に今着信が来るし、会話も多分できるはずね。やってないんで分かんないですけど。だから LINE とかも、 LINE はどうなのかな、分かんない。SMS の通知は見れますね。で、Spotify とかが聞ける。まあ、聞かないですけどね、まあ、私はね。YouTube Music とかも聞けるらしいですけど、バイク乗ってそういうことはしちゃダメです。で、天気とかカレンダーも見れるらしいです。で、デメリットが何かっていうと、まあ、ほとんどデメリットじゃないんですけど、今回私が買ったやつ限定のデメリットになりますね。一つ目はですね、モニターが傾いてる。
モニターの角度って調整できるんですけど、インデックスがあってカチ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 ってできるんですけど、それがですねちょうど水平にならないんですよ。まあ、だからたまたま運が悪かったのか、もしくはもう一回付け外ししたら水平になるのか分かりませんけど、ちょっとうちの場合傾いてますね。あとは、まあ、これもうちの場合なんですけど画質が悪いと、まあ後で見てもらうんですけど、体感で言ったら一応データ上は縦1080なんですけど、もう360くらいの画質ですね。本当は360だけど、それをただ引き伸ばして1080にしてるみたいな、そんな程度の画質です。なので安さを求めるんだったらアリエクスプレスですけど、国内のアマゾンで買うとですね、例えばこれの場合、まあソニーの307って書いてあるんで画質が多分良くなりそうで、1年保証ってなってるんですよね。で国内電話サポートってなってるんで、クーポン2000引きで22000円でしょ。だったらこれは全然、まあ、空気圧センサーもついてくるしいいですよね。アリエクスプレスで15000円で買えるよりも7000円くらい高くてもね、1年保証があって何かあってもね電話もできるし、でカメラが当然まあ多分いいだろうと、まあ、ここはありかなっていう気はしますね。山褒め、ああ聞いたことあるな。それなりに評判いいとこですねここね、リンク貼っておきます。買うならここかな、アマゾンで。安さを求めるならアリエクスプレスで探すっていう感じですね。で、まあ、現物見せる前にですね、電源の接続の方法を説明していきます。ちなみにこれからする説明がわからない場合はですね、バイクの電気一からわかるような、説明の動画をですね作っていますんで、再生リストがあるんで概要欄から、チェックしてみてください。そちらを見ていただくとわかるはずです。あとはですね、こういうバイクの電気で使う道具とか、あとパーツのリストも用意しましたんで、まあ、そちらもよかったら見てください。でこのスマートモニターの電源線ですね、3本あります。この3つですね、この B の黄色、これが、バッテリーにつなぐ線です、直接ですね。でこの黒がバッテリーのマイナスに直接、あるいはバイクのフレームとか戻っていく線ですね。グランドだったらどこでもいいです。でこの赤いやつ、これがアクセサリー電源につなぐ線ですね。キーをオンにした時に電気が流れるところにつなぐ必要があります。基本的にバイクに電装品いろいろつける場合はですね、この D ユニットプラスっていう常時電源とか取れる、こういったものを使うのがいいです。まあ、今回はですねこれを使わない場合も説明していきます。でバイクはですね、古いバイク、今回で言うとエリミネーター250で、新しめのバイク、今回で言うと2014年の MT-07 と、あとは配線図がなくても使えるようにする説明もしていきます。で最初にエリミネーターの方で説明していきます。さっきも言いましたけど、全く意味が分かんない場合はですね、再生リスト見ていただくと意味が理解できます。ここにですねバッテリーがあります。赤い線をたどっていきます。スターターリレーに入ってイグニッションスイッチ、メインキーに入ります。ここからですねこの BRW、 ここをキーオンで電気が流れていくんですが、 D ユニットを使わない場合で行くとですね、この黄色と黒はここにつなぐ必要があります、まあ、黄色は必ずここですね。で黒はマイナスであればどこでもいいんで、この BKY ですね、この BKY がマイナスに来てるんで、ここだったらどこでもいいです。でじゃあこのアクセサリーどこつなぐかなんですが、メインキーオンにした時に流れる電気なんで、この緑色の線、ここだけじゃないですよ、至る所に流れてます。どっから取ってもいいです。どっから取ってもいいんですけど、なんかバイクで電源を分岐させるときに、なんかテールランプから、取るパーツがよく販売されてるみたいなんですよね。なんでテールランプで説明していきますと、この BR ですね、この線をたどっていくとテールランプの10アンペアのヒューズ通り過ぎて右のスイッチ入ります。ヘッドライトスイッチを通って一旦なんかイグニッションキーに戻るんですよね、このバイクは。でそこからまた出ていって、
こんな感じでテールライトところに入っていきますと。なのでここから何らかの方法で分岐させてこのアクセサリーの線につなぐと。でさっき説明した D ユニットを使う場合にはですね、この赤い太いケーブル、これをバッテリーのプラスにつなぎます。この黒い太いケーブルをバッテリーのマイナスにつなぎます。でこの細いケーブルをアクセサリー電源につなぎます。でこの D ユニットはですね、ここに常時電源のプラスがあってここにマイナスがあります。例えばテールランプにこのアクセサリー電源のケーブルをつなぐとキーオンにした時にここに電気が流れます。そうするとですね、この中でリレーが動いてですね、こっちの子供たちに電気が流れるようになります。A に電気が流れない場合はですね、ここの常時電源プラスとマイナスにしか電気が流れません。なので今回のケースで言うと、この黄色のプラス、これをですね、ここの常時電源のところにつなぐと。でこの黒のマイナスに関して言うと、別にここの常時電源マイナスにつなぐ必要はないです。この子供の黒のマイナスにつないでもいいです。でこのアクセサリーはバイクのアクセサリー電源につなぐっていう感じになりますね。それか D ユニットのプラスにつないじゃう、まあこれがスマートですかね。私もこうしましたっていう感じになります。じゃあちょっと MT-07 で説明していくと、まあ、別に新しめのバイクだったら何でもよかったんですけど、たまたま配線図が最初に見つかったんでこれで説明していきます。15番がバッテリーになりますね。ここからこう電気が流れてスターターリレーに入ります。イルミネーターと一緒ですね。でここから電気が今度はメインキー、イグニッションキーに入ります。これもイルミネーターと一緒ですね。で各ヒューズに電気が入っていくんですけど、まあ基本的なところは古いバイクも今のバイクもあまり変わらない感じです。でここ見ていくとですね、これキーオンにして456789とかに電気が流れていくんですが、これがですねそれぞれパーキングライトフューズ、 ABS コントロールユニットフューズ、まあ、ヘッドライトとかいろいろフューズあるわけですが、これがですね北高から発売されている MT-07 用の電源取り出しハーネスですね。リアライトの配線から分岐させるようになってます。なのでリアライトの流れをちょっと見ていきましょう。ちなみにですね、ここにリアのブレーキランプがあります。でヒューズがですねこの8番ですね、流れを見ていくとこの青赤のケーブルをたどっていきます。でこの25番に入って、もしブレーキランプを光らせる場合なんですが、こういう流れをたどります。21番、これがスイッチなんですよね、ブレーキライトので。この黄色の線に変わってまたこのボックスに入ってこういう流れで LED を発光させるということですね。まあ、これはブレーキランプを作動させる場合なんですけど、青赤の線をたどっていってここに入って、今度はこっちですね、この青赤をたどっていってテールに入っていくと。これを、この北高の電源取り出しハーネスはプラスをここから引っ張ってるはずです。このアクセサリープラスっていうのがこの青赤につながって、このグランドのマイナスっていうのが、この黒白につながってるはずです。でここまではですね配線図があるパターンで紹介しましたけど、ない場合どうしたらいいのというケースがありますよね。それはですね、何らかのテスターを買ってですね、キーをオンにした時に電気が流れるところを探す感じですね。分かりやすいのはテールなんですかね。あとはですね、そのメーカーってだいたいプラスとかマイナスとかの配線にルールがあるんですよね。まあ分かんないですけど、ヤマハだとアクセサリー電源は青赤使ってるとか、川崎だと BR 使ってる、ブラウン使ってるとか、そういうのがあるんですよ。まあ、なんでそれを頼りにして、これがアクセサリー電源かな、
まあ、とにかくですね、まあ、テスター当ててもらってコネクタのところにですねテスターぶっ刺してオンにした時に電気が流れるところを探すと。